体は正面で目線だけの状態で鼻と先端を。ウェグザイフィットネスの吉山です。前回こうボールをキャッチするっていうようなエクササイズを紹介したんですけども、その時にこううまく取れない、特に利き手じゃない方がバーンって弾いちゃって取れないという方いらっしゃったんではないでしょうか。今日はそういった方のために、この手の操作性を高めるようなエクササイズを紹介したいと思います。ボールを取るっていうだけじゃなくて、トスを上げる時のこの指の使い方とか、もしくは全然テニスに関わらずこう繊細な作業をする、細かな作業をするっていうような時とかの手の操作性を高めるようなエクササイズになっているので、ぜひ気になる方はやってみてください。最初にやるのがエクササイズ兼テストにもなっているんですけども、指鼻テストっていうのをやってみたいと思います。実際やるときは2人組でやっていただくのが非常にいいです。どこかに目標物を設置するんですけども、これをパートナーが指を出してみてもらうっていうような感じになります。もしくは1人でやる場合は壁なんかにテープを貼っておいてもらって、そこを目印にしてもらうっていうのもいいと思います。今はちょっと撮影の都合上1人でやらせてもらいます。今顔の左側、顔の中心から左側にその目標を設置してます。目線は横目でその目標を見てる感じ、顔ごと見てしまうんじゃなくて目線だけこう横目を見ているような形になります。でこの状態で自分の鼻とこの目標をなるべく早く触るっていう感じになります。鼻とこの目標がずれずに、ずれるっていうのはギュッこうなっちゃったりとか、ここを触りたいのに変なとこ触ってしまうっていうようにならないようにしていきましょう。で2人でやる場合はパートナーが見ててもらって、鼻を触るのをミスった回数、もしくはこっちを本当に触りたいのはここなのに変なとこ触ってしまった回数っていうのを数えてもらいます。例えば20回20往復した時に何回ミスが出るかっていうのを数えておきましょう。中心から左に置いてるのを左手で触りに行ってみます。こういった感じ、早くて分かんないかもしれないけど、結構今最初の1回目とかスカッてミスってるのが私出ていました。反対側もやってみます。中心から右側に置いて目線だけここ見てます。体は正面で目線だけここの状態で鼻と先端をなるべく早く触るように、こういった感じです。最初にやった左の方がちょっとスカスカスカってなるところが私は多かったかなと思います。中心から横にずらして目で見てるんですけど、やってるうちにこういう風にそっちの方向向いてしまうっていうのも体の操作がうまくできてないっていうことになるので、そちら側、今だったら左側が苦手っていう評価になりますので、どちらが苦手だったかなっていうのをぜひ見てみてください。もう一つ簡単なテストとして、手を表裏で叩く、こういう形じゃなくて同じ場所を叩くっていうようなのをやっていきます。これを今みたいなペースじゃなくてなるべく早くやります。今のも20回ぐらいやってもらって、しっかり速さが出てできるか、また結構やってもらって分かるんですけど、同じ方を2回叩いてしまったりっていうようなエラーが出やすいので、それがどれぐらい出るかっていうのを確認してみてください。今私右手やって、次左手、ちょこっと連続で叩いた時があったかなと思って、自分でやってる感覚としてもやっぱり左側がすごいやりづらいかなっていうふうに思います。このエクササイズやってもらった後に、前回やったような動作をやった時にやりやすさがどうなるかっていうのもぜひ比べてみてください。今回紹介したエクササイズっていうのは小脳、頭の小脳を鍛えるようなエクササイズっていうふうに言われています。いわゆる脳トレの種目になりますので、ボール取るっていうだけじゃなくて、手を繊細に動かすとか細かな動きなどの改善に使われるものになります。ボールを取る動きなどはこの要素だけじゃなくて、いろんな要素が複雑に絡みますけども、一つのアイデアとして
今回のエクササイズをやっていただければなというふうに思います。今回の動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。このエクササイズをやって動作改善したよという方は、ぜひコメント欄にコメントをお願いします。こんなエクササイズ取り上げてほしいというリクエストありましたら、こちらもコメントまでよろしくお願いします。